最大2人同時プレイだった太鼓の達人 Wii は今新たなステージへ。太鼓の達人 Wii みんなでパーティー3代目。順番待ちしていたみんなにビッグニュース。今度の太鼓の達人 Wii は最大4人同時プレイができるようになったぞ。もう順番待ちしなくていいね。うん、家族と友達とみんな一緒に叩いちゃおう。4人なら今まで以上に盛り上がること間違いなし。さらに最大4人で遊べるパーティーゲームが詰まった夢のテーマパークが開園。ワニワニパニック、海賊ドンちゃんと秘密の財宝、ホーンテッドハウスなどなど、4人で遊べる太鼓の達人ならではのパーティーゲームも盛りだくさん。もちろん収録曲は全部入れ替え70曲。ポニーテールとシュシュにリンゴリンドン、散歩などなど、あの曲もこの曲も叩き放題。さらに楽曲によってはスペシャルゲストが登場。ニュースーパーマリオブラザーズ Wii、 アイドルマスター、モンスターハンター、そしてピラメキーノも。楽しさがさらにパワーアップした太鼓の達人。あっちゃー、もう一回。いや、4人で遊べる太鼓パーティー、太鼓の達人 Wii みんなでパーティー3代目。